んだこら。すいません、ウイスキーください。え？は、はい。おお。なんとなく。へえ。乾杯。いいえ、ないです。へえ、じゃあ飲まなきゃいいじゃないですか。大丈夫です。はーい、さよなら。え？いや、大丈夫です。自分で払いますから。いや、そういう問題じゃなくて。はあ？冗談じゃねえよ。さっきからお前何なんだよ。初対面のくせにガツガツかましてくんじゃねえよ。私の人生に華々しく鮮烈デビューしてるつもりだろうけど、クソダセえし薄っぺらいんだよ、この人生スカスカ一旦もめん野郎。うるせえ。本当にお前みたいなお調子者がこのウイスキーの CM 考えたのか。どうせ脇の脇でちょろっと噛んだだけだろ。言ってみろ。ほら見ろ、おまわりさん、ここに泥棒がいますよ。本当は他人の企画なのにちょい髪で手柄を全部自分のものにする手柄泥棒が。人の成果を自分のもんにすんなよ、このビジネスフリーライダー野郎。漁夫のにクソゲド。てめえ一回ここに座れ。いいから座れよボケ。ほら。え？じゃねえよ。ええじゃ、靴底舐め回すように見てみろこのボケ。あ、じゃねえよ。あ、じゃやっと気づいたか、このガラクタ男め。てめえみたいなポンコツはヒールの裏が赤けりゃ入るブタンみたいな、どこまで行っても浅い弓ヶ浜並みの浅はかさで、そのブランド着てるよねとかほざいてんだろ、アホか。てめえはんなもん一回の OL がそうそう買えるわけねえだろ、このブタ。てめえのその汚い顔面蹴り飛ばすぞ。なーにが某広告代理店だ、このすっとこどっこい。某とかほざいて身分バレちゃまずいんです的な、その勘違い自意識がそもそもうぜえんだよ。代理店なら代理店らしく黒子に徹してろこのボケ。いいか、てめえみたいな中年になって物の本質も見抜けず、広告代理店のくせにてめえ自身も広告のイメージに踊らされ、
浅はかな知識で女を口説こうとするその魂胆が金でしか勝負できねえ中年親父のキモい発想なんだよ。そんな男はな、腹黒女にすごいなんておだてられて、そいつの ATM 親父になるのが関の山なんだよ。てめえが貢いだそのバッグ、売りさばいた金で負けイケメンとデートしてるのも知らずに惨めだよなダッサアホか、てめえのことだよこの24時間対応のポンコツ ATM 野郎。いいか、本当にいいものの価値を見抜けられねえてめえにはいいウイスキーもルブタンも豚に真珠なんだよ。私みたいに可愛い女にてめえみたいなおっさんが本気で相手にしてほしいって言うなら、てめえが本当にいいと思う何かの魅力を真剣に語れるようになってからにしろ、この万年 ATM 野郎。しょうがねえな、そこまで言うならもらってやるか。一回だけデートしてあげる。じゃあもう一軒行こっか。じゃあここのお会計もよろしくね。